ちょっと早速なったんですけど、これね、遠いです。さっきはね、出てなかったシミがね、この近くも出てきたんで。はい、車に乗りました。いつもはね、自分でやるときは、一人で自分で運転して、で、配達も全部こなすんですけど、今日は動画を撮影するって言ったら、運転してくれることになりましたんで、自分は助手席に座って、アプリの操作と、あとは配達、まあ、レストランに受け取りに行って、お客さんに渡しに行く、そこの部分をやりたいと思います。じゃあちょっとね、今、今日日曜日なんで、バンクーバーのダウンタウンから少し離れた、まあ30分ぐらい離れたちょっと郊外にね行って、そこでオーダーが入るかを見てみたいと思います。ダウンタウンやとね、今日休みなんでオフィスとかもやってないし、ランチタイムだったら多分ねみんな家にいると思うんで、日曜日は。なので、まあちょっと今日は郊外の中心部を狙ってみようと思います。で、今カナダのウーバーイーツの配達員はマスクすることが義務付けられてるんですよ。なので新品マスク、裏表逆やマスクつけたいと思います。はい、マスク装着 OK です。今日また真っさらのマスク出したんで、このマスクをつけてレストランと配達先を巡っていこうと思います。プラスこのサニタイザーもあるんで、レストランに行った後とお客さんに渡した後、また運転した後はね、こまめにこのハンドサニタイザーで手の除菌をしていきたいと思いますね。今ね、さっき言った郊外のね、郊外の中でも中心部みたいなレストランとかがあるエリアがあるんで、そのエリアに今向かって行ってます。ではね、今ちょうどさっき言ってた郊外の、まあちょっとレストランとか多いエリアに着いたんで、アプリ開けていきたいと思います。日曜日のね、ランチタイムなんでね、今ですね、ちょうど11時56分だから、まあ2時前までね、今日は2時間やろうと思います。はい、今このエリアは 1.1 倍のブーストしか出てない。忙しい時やったらね、これが 1.5 倍のブーストとか、プラスこういう赤いエリアが出て、シミが出て、プラス2ドルとかプラス3ドルとかね、多い時はなるんですけど、今日ね、今自分がいるエリアはですね、全然ないな。ちょっと早速なったんですけど、これね、遠いです。橋2回渡って10分かかるんで、これはちょっとね、スルーしたいと思います。はい、これね、よくあるんですよ。多分ね、あのエリアに配達員が今いないからだと思うんですけど、ちょっとね、遠すぎるんで、もうちょっと近場を待ちたいと思います。はい、早速なりました。これはね、めっちゃ近場なんで撮ります。多分マクドナルドかな、マクドやと思います。あ、スタバでした。はい、こっから徒歩圏なんで、今からじゃあちょっと行きたいと思います。はい、無事ピックアップしました。もうね、着いた瞬間に用意できてて、このウーバーイーツの人って言われたんで、はーいっつってすぐもらいました。はい、でこの人のお家届きたいと思います。意外と近くてね、こっから 5,6 分の距離なんで、まあサクッと行けそうです。はい、今の1回目の簡単な5分ぐらいの配達は5ドル23セント、まあ悪くないですよね。この後カナダはね、チップをお客さんからもらうんですよ。なんで大体ね、みんな少なくとも1ドルぐらい、多い人はね10ドルとかくれる人いるんで、まあこっから結構伸びると思います。はい、で今2軒目待ってます。また来たらね、動画撮ります。さっきはね、出てなかったシミがね、この近くも出てきたんで、早速ね、中心部の方に今から向かっていきたいと思います。多分忙しいんかな、やっぱりね、日曜日なんで。 1.5 ドル、1.1 ドルのブースト。
レッドバットレストラン、こっから3分向かいます。はい、着きました。何の店やろう。なんかね、中華の店かなと思ったけど、一体どんなレストランでしょうか。ピックアップしてきます。めちゃくちゃ待った。15分20分ぐらい待ちましたわ。もう12時半になったんで、で今やっとピックアップできたんで、やっとこれで2軒目ですね、お家に届けたいと思います。今行ったさっきの中華屋さんやったんですけど、結局めちゃくちゃ待たされました。なんかね、他のあの Uber Eats 以外にもバンクーバーには中国系のデリバリー、フードデリバリー会社いっぱいあるのと、あとスキップダディッシュズっていうのと、あとドアダッシュとかね、めちゃくちゃ競合のフードデリバリーがあるんですよ。その人たちもね、 3,4 人今レスト、先レストランの中にいて、みんなね、あの注文のフード受け取り待ちでした。僕もほんま20分ぐらい待ったんで、ちょっとね、忙しいの分かるんですけど、オーダーもレストランも一気にね、あの受けててんやわんやしてるんやと思います。まあね、無事受け取れたんで、あのお届け今向かってます。はい、今2件目の配達終わりました。今ね、次のまたオーダー待ちです。先週の日曜日とかね、もっと忙しくって、もうね、なりっぱなしだったんですよ、ずっと。けど今日はね、ちょっと間隔が空いてますね。 OK, here's your card. Thank you. ね、もう12時46分で、開始から46分経ったんですけど、まだ2件で13ドル25しか増えてない。いつもね、1時間ですごい時は5、60ドルバンバンバンって行くんですよ。めちゃくちゃ少ないな今日やっぱり。なんかね、レストランももう店内で食べれるようになったんですよ、先週の金曜日からか。だからね、さっき行ったレストランも結構お店の中でもお客さん食べてたし、もうこのフードデリバリー頼む人自体が減ってるんかもしれませんね。もう全然一向になりません。まあもうちょっとね、2時まで頑張ってみようと思います。はい、今鳴りました。ですね、ココルっていう、あの韓国のね、ヤンニョムチキンとかが美味しいお店で、自分もめっちゃ好きでね、よく個人的にも行くんですけど、そこからです。ここね、めっちゃオーダー入るお店なんですよ。はい、じゃあ行ってみたいと思います。ただいまの時刻は12時50分、まもなく1時ですね。1時間経ちます。Hi, Uber, yeah. Uber? Yeah. Yeah, thank you. はい、今3つ目ピックアップしました。チキンのお店なんですけど、めっちゃいい匂いしますわ。車の中が、まだ自分がお昼食べてないんで、めっちゃお腹空いてきました。まあね、これを届けて、あと1時間ぐらいかな、残ってるんで、あとね、3軒ぐらいは行きたいな。今日ね、この2時間でチップ含めて60ドルぐらいは稼ぎたいなって思ってるんですけど、まあね、思ってるだけで実際どうなのか分かんないんで、ね、ちょっと続けてみます。
$7.54。悪くないですね。今ちょうど1時です。これね、リッチモンドセンターって言ってこの辺りで一番大きいショッピングモールなんで、まあ、この周りでちょっと今から待ってみようかと思います。今度はまた中華系の店ですね。はい、こっから近い、1分か。行きます。はい、これで4軒目か。今ピックアップ終わりました。めちゃくちゃ待ちました。ここも15分ぐらい待ったんかな。中にね、さっきのレストランにさらに5人から6人ぐらいの配達員の人待ってました。でもこうオーダー持ってこれるたびに、それワテのんか、それうちのんかみたいな感じでね、みんなもう必死ですけど、まあ他まだまだね、俺より先に来てて待ってる人結構いたんで、まあね、10分で出てきたのは良かったのかもしれないですけど、はい、今でその4軒目のお客さんのお家に配達行ってます。今ね、時間が1時12分、あと48分か、残り、うん、あとね、2、3軒行けたらいい感じなんですけど、まあでもね、日曜日のランチタイムってね、12時喫茶してよりかはね、ちょっと遅めのランチの人が多いと思うんで、もうちょっと頑張っていっぱい来たらいいんですけど、はい、でね、さっきのレストランももう中で飲食してるお客さんいらっしゃいました。なんでね、結構もう普通にノーマルに戻ってきてる感じしますね。レストランもね、めちゃくちゃ忙しそうやしね、いい感じです。ちょっとね、嬉しくなりました。はい、じゃ続けていきます。はい、今4件目配達し終えた途端に5件目のオーダー入りました。今度もまた中華ですね。チェリーズフードハウス、絶対桃源食屋、絶対中華ですね。はい、5分かかりますけど、はい、今から行きます。またさっきの韓国のチキンレストランの近くに帰ってきました。レストランいっぱいある道なんですよ、この辺。はい、ここですね、見つけ発見。Full Uber. Yeah, thank you.今回はもう入った時点で料理できてたんで、待ち時間なし。はい、早速届けに行きたいと思います。いつもはよく注文が来るマクドも今日はね、全然来ません。今日はね、中華料理祭りです。全部。最初のスタバ以外全部中華系のレストランですね、今のとこね。で、ちなみに今今日配達してるところって、バンクーバー、メトロバンクーバーっていう、まあ、なんていうのかな、バンクーバーの都市圏なんですけど、バンクーバーの中心から30分ぐらい離れたところなんですよ。すごい郊外のね、ベッドタウン的な感じなんですけど、まあでもその市の中にもちょっとね、栄えてるエリアがあって、今日はまあそこら辺のレストランから配達しようかなと思ってやってるんですけど、ご覧の通り中華のレストランすごい多いじゃないですか。っていうのも、リッチモンドって北米一番の中華タウンとか言われてるんですよ、確か。住民のね、はっきり数字わかんないんですけど、60から70% がアジア系、特に中華系の移民の人が住んでるエリアなんで、日本のもんも結構あります。サボテンとか、とんかつのサボテンとか、あとね、ダイソーが最近まであって、最近はね、オーナーが変わって名前が変わったんですけど、日本の100均のものが売ってるお店とかね、あと日本食スーパー、あと牛角とかもあります。はい。なんでね、アジア系のエリアなんで、中国料理とかがね、すごいオーダーも多いのかなと思うんですけど、前やった時はね、結構カナダ系のレストラン、まあバーガーとかね、チキンウィングスとかね、そういうのも結構オーダー入ってたんですけど、今日は特別ね、ちょっと中華の料理が多いです。まあなんでかっていうのを今説明させていただいた通りです。はい、全然ちゃうとこ向かってました。道の逆側でした。教えてくれた、こっちかい。
Hey, Leon. Yeah. Here you go. Enjoy. Thank you. Thank you.ちっちゃい子供が受け取りに来た。めっちゃ可愛い。Thank you って言うてましたわ。はい、じゃあこれで5件目の配達終わり。まだ6件目のね、注文は引き続きまだ来てないんですけど、来るかな。はい、今5件目の配達を終えて、時間は1時38分です。でね、ちょっと中心部から離れたところのお届けやったんで、まあちょっとここからね、また中心部に戻るのは遠いなーっていうことで、まあでもこの近くにもね、ショッピングセンター的なのがあるんで、その近くで待とうと思います。これ、あ、違うか。 Not this one, right? Not this one. It's not USB. It's USB, right? Is it? Okay. ショップで買い物してたんですけど、結局その間ならず、今ね時刻がちょうど2時になりました。ということでね、もうこれからなってもね、自分たちのお腹も空いてきたし、お昼ご飯も食べたい時間になってきたので、まあ最初から決めてた通り2時間でね、12時から2時までの間の2時間、配達しました。結果はですね、家帰って今度ゆっくり紹介しようと思いますんで、まあまず一回ね、自分たちのご飯を食べてきます。はい、お疲れ様でした。無事帰ってきました。ですね、まあ約2時間ですね、12時から始めて、2時までですね、やりました。で、結果ですね、発表したいと思います。今日はその2時間で5回デリバリーしました。で、チップも全部ですね、もういただきましたので、その最終合計がこちら、$44.32。ね、あんま悪くないですよね。チップもね、その5人のお客さんから結構皆さんいただきまして、多い方ではね、6ドルとかくださって、すごいありがとうございます。本当に感謝いたします。で、その結果$44.32という結果となりました。まあね、5回しかデリバリーしてないんで、先週とか先々週とかね、まだレストランとかが開く前はもっと忙しくって、1時間でね、本当に70、80ドルとかね、バンバンバンって入る時もあったんですけど、まあでもね、それはそれでしんどいんで、これぐらいがね、逆に最後ね、ダラストアにも行けたんで、よかったなと思ってます、実は。はい。ということで、今日はね、長い動画だったんですが、最後まで見ていただいて、本当にありがとうございます。また他のね、いろいろな、まあ、こういうことに限らず、いろんなことね、自分が興味あることの動画を作っていこうと思いますので、またご覧ください。それでは、さよなら。